ダムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。キャリーパムパムです。ごめんね、福田くん。言ってなかった僕が悪かったよ。ここカラオケじゃないんだ。キャリーパムパムじゃないし、俺マイクのぬいぐるみでもないの。漫才やりましょう。いきなりですが、クイズです。クイズだって皆さん。ねえ。僕の怖いものは何でしょう？全く興味ないクイズがね、炸裂したね。まあ、お化けとかかな。ミッキーマウス。変化球が過ぎないかな。やつは自分を殺し、周りに媚びを売り、人気取りに必死だ。そんな言い方しないであげて。あいつ結構いいやつだと思うよ、俺。生き生きしてるじゃん。目が死んでる。ぬいぐるみだからね。こんなこと言っちゃいけない。ぬいぐるみだからね、申し訳ないけど。ぬいぐるみだから。あと、同窓会。同窓会はね、楽しくていいと思いますけど。ほぼ知り合いがいない。それ申し訳なかった。あと、服屋。服屋、服屋ね、原宿もいいお店あってね、いいと思いますけれども。オーダーメイドでこのサイズ。何が起きたの？何、むくんでたの？当日、採寸の日、わかんないけど。次、久保田の番。俺の番あんの？俺の怖いもん。おまあ、この言い方あると、まあ、女性が怖いですね、やっぱ僕はね。なんかそこ知れないじゃないですかね、女心わかんないなって。こんな感じでいい？なるほど、うん。じゃあ、僕が女の脅し方を教えてあげる。うん、落とし方でいいんだよね。ちょっと脅し方に近かったけれども、落とし方ね。うん、あ、電話をかけるんですよね。何回回すの？しかも見ないよ、ついぞ見ないよ、このタイプの電話を最近。プルプルプルルルルルル。ちょっと呼び鈴がね、下手みたいですけど。プルプルプルルルルルル。ゼリー状のなんか震えてる。プルルルルルルル。ゼリー状のものが受話器から出てくるような音してる。大丈夫？ディズニーランドに来い、ガチャ。脅迫電話みたいだけど。来ないでしょ、そんなんで女の子さ。いや、来ちゃったよ。絶対ゼリー状だよ、あいつ絶対さ。見てごらん、ミッキーマウスだよ。あ、大丈夫、怖いって言ってたから逃げた方がいいんじゃないの？今怖いでしょ。チップとデールもいる。まあ、じゃあ人気者がね、集まってきたのかな。同じネズミなのに、こうも差があるとはね。それは言わない役者だよ。格差社会言わないであげて、気にしてると思うよ、俺。パレード綺麗だね。やっぱね、パレードが一番ですよ、デートはね。うん。この目で落とすんですよ、皆さん。女子はね、いい男でしょ。ね、それで一言ビシッと言うわけですよ。メガネ取ったらよく見えないね。じゃあなぜ外したの？ちゃんと見ろよ、それだったらさ。今日この後、ホテル、サンノマリノ、スイートホテルを取ってあるんだ。ちょっとごめんなさい、何言ってるかさっぱりわかんないんだけど。ホテル、ミラコスタのスイートルームを取ってっていうふうに僕は通訳させていただくよ。うん。で、絶対来ないと思うよ。羨ましいだろ。うん。じゃあ。うん、いや、ちょっと意味わかんねえわ、それもう。どういうこと？要するに、うん、これが女の落とし方。多分好感度の落とし方だと思う。もう終わり。どうもありがとうございました。